はい。よろしくお願いしますえ。今回は高校受験対策の関数シリーズ第57弾やっていきましょう。で、今回問題3もありますので、まず一回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。それでは画面下げますので、お待ちください。よっ。よっ でおそらくこれは冬休み2日目に投稿していると思いま,すまあ最近死守が多かったんですけどねこんな感じで死守じゃない単元もありますのでで過去もうこの活動10年目なんで昔のも含めればいろんなあの関数とか図形とか規則性とかねいっぱいありますから皆さんのね必要なところを是非使ってもらえたら嬉しいですあの概要欄にねリンクありますんでそっちからチェックしてみてくださいではまず今回は同点の問題動く点ですねで4つも動いてくるので <laughs> ま確認していきましょう まず長方形がありますと、縦10、横3ですね。まずここを押さえてもらって、まず2ついきます。P と Q です。で、ちょっとね、書くとごちゃごちゃするんで、口説明いくよ。P はこっち、A をスタートして、B に行って戻ってくる。戻ってくる。こういう感じ。で、Q はこっち、D をスタートして、行って戻って、行って戻って。まあ、同じスピードで、毎秒1センチなんで、同じスピードで降りてきて、上がってという感じになります。で、その時の、 三角形 APQ です。いいから。で、ちょうど1番使うんでね、1番が6秒後の APQ の面積求めなさいって言ってるから、ちょっとフリーハンドで失礼するけど、10センチですよね、縦が。で、6秒後ってことは、毎秒1センチ。つまり1秒に1センチずつ進んでいくから、6センチ進んだところ、こっからスタートするから、まあこの辺かな。に P がいます。 で、9も同じ位置。同じ位置って同じ高さのところに、こうやっているのね。で、6、えっと、6秒経ってるから、当然ここの長さは6です。まあ、こっちも6だけどね。で、A がもともとここにいるから、三角形 APQ は、ここですよね。こうなる。だから、この面積求めなさいっていう。で、これは P と Q が同じスピードで降りてきてくれる。まあ、もちろん逆に上がってるけどね。 これにあることによって、ここがちゃんと垂直になってくれるんですよ。斜めにならないから。だから普通に、えっ、ー、と、底辺かける高さ割る2ですぐ求めることができますと。じゃあ、底辺ここいくつかっていうと、ここの長さは元々のここと同じなので3ですよね。3。で、高さは今書いて6。だから、底辺かける高さ、まあ割る2でもいいし、かける2分の1。三角形の公式ね。でやると、これは9と。 で、面積なんで単位つけておきましょう。これで終了となります。まあ、この辺はね、しっかり押さえておいてもらって、で、2番です。図2、こっちね、こっち。は、え、X と Y の関係を表したグラフの一部であると。ま、あ、こんな感じ、中途半端に止まってますけども、え、この時に、動き出して10秒後から20秒後までの X と Y の関係を式で表しなさいと。で、これは横軸が、 もともと書き忘れちゃった。X が秒。で、Y が面積なんで平方センチメートルとなっておりますと。今、10秒から20秒の間の X と Y の関係、つまり式をね、Y コールホニャララ X プラスホニャララみたいなのを作りなさいって言ってるんですが、どこですかって言われたときに、10秒から20秒の間だから、ここね、この直線の式求めなさいよって言ってるだけです。 で、この問題の解釈ができるかどうかがここは大事。普通に直線の式だから。で、直線の式を求めろと言われたら、みんな頭の中にこれが思い浮かぶようになってね。y イコール ax プラス b ですで。直線の式と言われたら、まずこれです。で、a と b まあ、セと傾きと切片をそれぞれ求めたいなと。で、ここのアプローチの仕方は2つあります。2つ。 まず一つ目は、傾きを先に求めちゃおうっていうパターン。で、もう一個は、連立方程式で両方を求めちゃおうっていうパターンです。で、まず、えっと、数学が苦手意識が強い方は多分、連立の方がいいです。こっちの方が汎用性が高いとか使いやすいので。で、どうやるかっていうと、通る2点。いいかこれ大事よ。通る2点。2つの座標を出してください。で、これで言うとどこかっていうと、今、ここと、 ここの座標を出せそうじゃないだってここに関してはもう10と15って書いてあるから。だから今、10の15っていう座標は通りますよね。ここ通ってるから。で、こっちは20しか数字がないんだけど、X 座標が20で、X 軸に乗ってるから、ここ0だからね。だから座標で言うと、20の0。この2点を通るって言ってます。 で、これさえ揃えば、もうもろたです。解けるんです。どうやるかっていうと、10の15をまず、X と Y に代入します。そうすると、15イコール、10A プラス B です。こっちが X、こっちが Y ね。で、この20と0も同じようにもう一回代入します。Y のとこに0。で、X のとこに20だから、20A プラス B と。 そうすると、A と B が残ってる連立方程式が完成しました。しかも、これのいいところは、絶対に B が揃ってくれるんですよ。プラス B で。つまり、このまんま、引き算、消すね。しちゃえば、えー、ここで引き算して15が残る。で、ここは10-20だから、マイナス 10A となる。で、B-B だから、B が消えてくれるんだよね。絶対に。なので、これをこう持ってきて、えっと、これ、 計算すると、文字にくっついてる数字が下ね。下。あ俺がよく言うのはね。どういうことかっていうと、こうなるの。マイナス10分の15。割り切れないからさ。こういう状態。で、10分の15って5で約分できるから、a イコールマイナス2分の3。で、傾きが分かりましたよって。つまり、今求めたかった式は、y イコールマイナス2分の 3x。ここ a ね。 入れて、ここまで OK だった。ただ B が分かってない。まだこうなってる。じゃあ B どうするかっていうと、今こうなってるじゃないですか。A だけ入れたから。A だけ分かったんで、こうした後に、どっちでもいいです。どっちかをもう一回ここに入れてください。で、個人的には下のがが0あるから楽だと思うので、こいつを入れると、シュルッとね、シュルッとね、入れると、Y が0、イコール、ここに20入れると、マイナス2分の3、かける20です。 約分すると、マイナス30になります。これ。で、プラス B となるので、これ、移行すると、B イコール30と分かりました。これで B も出てきたでしょだから、B も分かったんで、答えとしては、Y イコール、マイナス2分の 3X、プラス30。これが、ここの青の部分の式になります。 これはこの問題だけじゃなくて、直線の式の求め方と言ったらもう王道ね y、y コル ax プラス b をまずボーンと置きますと。で、通る場所の2箇所の座標を出してきて、それぞれ代入して連立方程式。やれば絶対解けますよっていう。で、もし、さっき説明した1個目のパターン、先に傾き求めちゃおうぜっていうのは、そっちの方が早いです。慣れたらそっちもやってほしいんだけど、どうやるかっていうと、これ今、このね、2点あるじゃん。同じようにね、座標2箇所を探すんだけど、 左側の座標から右にいくつ行って、下にいくつ下がってるかを確認するのよ。今さ、直線こうなってて、こことここに、まあ目,目印というか座標があるじゃないですか。左側から右にいくつ行って、下にいくつ下がったかって考えるの。で、今右にはさ、10から20なんで、10個進んでるじゃん。10個進んだよね。で、これは下に15から0に落ちてるから、15下がってるからマイナス15なのよ。 もしこれが15上がってたらプラス15ってカウントして。で、なんでこんなことしてるかっていうと、10行って15下がったじゃん。いいこれ見ててね。10行って15下がる。これ、そのまま傾きだから。約分したらマイナス2分の3でしょだから連立なんかしなくても一発で A は出てくるんです。こうやって。大事なのは座標2箇所取って左からチェックすること。左側からね。 左側から右にいくつ行っていくつ下がる。もしくはいくつ上がるかで、えっと、右に行った分の下に下がった。まあ、もしくは上に上がったっていう。これをやると一発で傾き出てきます。これは変化の割合っていう公式を使ってるんですが、これで解ける。で、A が出てくれば、B の出し方は同じ。好きな方どっちかの座標を入れれば30出てくるからね。これでやってください。 という感じで、まあ、今回3問中にも今解説終わったんですが、えっ、ー、と、数学が苦手意識が強い方はここまででもいいです。3番はちょっと難しいです、今回に関しては。だから、得点源にしたい方とか、それでもね、えっ、ー、と、話を、あと説明聞いてできるようにしたいっていう方はこの後もぜひ聞いてください。で、3番は何が厄介かっていうと、S と、えっ、ー、と、T、嘘、R と S か。っていうのが出てきます。で、R と S はですね、もともとここにいます。ま、あ同じような感じね。 R と S といるわけよ。で、10秒後です。最初の、えっ、ー、と、P と Q がスタートしてから10秒たってから動き出します、あいつら。で、1秒間に0.5センチずつです。だからちょっと遅いんだよね。いい。だから20秒かけて10センチを全部1回行く感じ。20秒かけてね。で、こいつらがですね、えっ、ー、と、三角きの三角形 APQ。この面積と、 さあ、と、四角形 RS B、RSB、BCSR か。って書いてあったかな ?B、順番、あ BCSR だね。例えば、まあ、同じスピードで降りてくるからさ、ここと同じように。まあ、こういう感じで R と S が降りてくるのよ。じゅ、じゅ、ゆっくりね。その時の、ここの四角形です。この面積と、ちょっと今 PQ は書いてないけど、三角形 APQ の面積が同じになる瞬間はいつか来るよね。動いているから、絶対に。で、それもしかも、 すと、小さい方から3番目あ。一緒になるタイミングが何秒後、何秒後、何秒後ってあるんですけど、その3番目です。そこを求めろっていう問題。これが厄介。1番目だったらまだ楽なんだけどね。そう。で、これはどうやっていくかっていうと、もちろん3番目と言われてるので、規則性がないかなって1から2っていうね。か1から2が何秒後とか分かれば規則性で次も分かるかもしれない。でもこれはですね、よくあるパターンで、 わざわざこれを書いてくれてるんですよ。まあ今2番でも使ったけどね。これをうまく使っていきます。つまり座標。これで勝負する。グラフでね、勝負していくと。で、まず、えっと先にこの、途中だったじゃん。このね、三角 APQ の方。これちょっと書き足しちゃいます。で、これはわかりやすいんだけど、えっと、10秒かけて進んで、10秒かけて戻ってくるっていうのは繰り返されるから、10秒かけて進んで、10秒かけて、え、戻ってくるみたいな。 つまりここが30で40みたいな。これがずっと繰り返されるのね。ちょっと俺曲がると思うけど、下がってるかなあ、上がってるな。で、もうちょっと山行くよ。10秒かけて行って、10秒かけて戻ってくる。10秒かけて行って、ちょっとこうするうね。だからここが、50、えー、60、ここが70か。かこんな感じで進んでいくのよ。これは三角形 APK、こっちよ。こっちね。じゃあ、 こっちの四角形 BCSR、これもグラフにしてやろうぜって話なの。で、これはできる。実際。で、どうやっていくかっていうと、まず、10秒後にスタートするのよ。だから10秒まではまだ動かないから、で、10秒の最初って、全部なんだよね。RS が上にいるからさ、BCSR って、長方形丸々。つまり、面積は 3×10 だから30からスタートする。つまり、10秒後に、面積、 30からスタートしますと。こいつはね。で、さっき言ったけど、20秒をかけて全部下まで降りてくるよ。20秒経った時には一番下にくっつくから面積はゼロになるよね。だから、20秒のところ、ここね。30秒経ったところに、ゼロに戻ってくる。こんな感じ。で、これ、今、交点ができましたよね。ここに。ここ。これが、 面積が同じになる瞬間なんです。だって Y って面積だからね。黒は三角形の面積。赤はこの四角形の面積。それが同じになってる瞬間だから。ただここが一番目なの。最初に面積が同じになる瞬間。でも今回は三番目なんだよ。そこまでやんなきゃいけない。だからグラフを伸ばせばいい、こっから。で、この問題のいいところは、このね、三角形も四角形も同じように降りてきて、同じように上がっていくのを繰り返すだけだから、 だから20秒で下がってきたから20秒で上がればいいんだよまた。ここね。50秒の時まで上がればいいから、こうやって上がればいい。で、同じように次20秒かけて降りてくるからここだよね70秒。こんな感じで降りてくる。これがグラフです。まだ続くけどね。で、チェックしよう。え、交点はこれが最初。次ここだね。3番目ありましたと。 だから、ここの交点の座標。まあ、座標っていうか、ま、秒数だから、ここだよね。X のこっち。ここさえ分かりゃいいじゃんっていう話なの。じゃあ、それ求めに行こうぜって。で、これはね、ちょっとズルができて、みんなこれ見たときに、その規則的にさ、綺麗に並んでるから、これ60と70の間になりそうじゃないこの書き方すると。だから65っぽいじゃん。で、これ結論から言うと65なのよ、答え。だからもしかしたら、これ途中式かけて問題じゃなかったんで、それでも取れる。 今回はね。でも、ちゃんとね、求め方確認していこう。そういうふうにラッキーで解ける問題ばっかじゃないからね。じゃあ、まず、それぞれの直線の式を出す必要があるので、これだね。ここ。この青から出しましょう。先に。で、この青は、さっきと同じね。えっ、ー、と、6、座標2個出して、傾きで求めていきましょう。今、ここと、ここ、ちょっと楽していくよ。じゃあ、待って、えっ、ー、とね、どっちがいいかな。三角形の、 三角形についてにしとくわ。こっちね。三角形 APQ についての直線の式。ここ。で、今、60からここまで上がるのに、右に10いくよね。60から70だから、右に10行って、上に15上がってます。いい右に。だから A、傾きは、右に10行って、上に15。今度プラスだね。上がってるから。つまり、2分の3です。傾きは。だから、Y イコール2分の 3X まで確定。まだプラス B が分かってない。 で、それはどうするかっていうと、座標さっきと同じ。好きな方。まあ、ここだったら、ここかここね。どっちか好きな方入れればいいと。で、まあ、ここが、60の0。これ下入るかなあー、見えねえかな。ちょっとちっちゃくてごめん。これ座標60の0ね、ここ。だから、60の0を代入すると、0イコール、60入れると、えー、90か。プラス B となるので、えー、B イコールマイナス90となります。つまり、式は、 y イコール2分の 3x マイナス90これがこの青の式ですこいつが出ましたとじゃあ赤ね、えー、四角形についていきましょう四角形についてここでこれも同じよやることはだってここの座標70の0って分かってるここの座標は50の30って分かってるからだから直線は出せるでさっきと同じようにいきましょう左側ね こういう位置になってるから左から行きます。こっから右に20行ってるね、今回は。50から70まで進んでるから、20行って30降りてる。降りてる。簡単。降りてるね。つまり、20行って30降りてる。こういう感じ。で、これも実は同じ2分の3使うんだよね。えー、傾きはマイナス2分の3になりますと。つまり、っこっち書くわ。えー、マイナス2分の 3x。 ただ、プラス B でここがまだ分かってないです。じゃあ、求めに行きましょうと。どっちでもいいんだけど、こっちにうか。70の0。これを代入すると、ここに0だから、Y に0。70代入すると、マイナス105か。で、プラス B。つまり、B は、105になる。つまり、赤の式は、こうなります。さあ、最後。 直線二つ出しました。直線の交点を出したいんです。交点。交わってるとこね。で、交点を出したい時のやり方は、もうしつこいけど、連立方程式。交点の出し方は連立方程式だから。だから、今出したこの青の直線と赤の直線を連立すればいい。で、ちょっとね、書き方ずるくなるけど、交差して。ここね。で、これ、引き算すると、y が消えるよね。y 引く y で。で、足し算すると、x が消えるのよ。3 2分の3とマイナス2分の3だから。 で、今欲しいのは X だけだから。今何秒5っていうその t のね値を出したいんだよ。秒数だけ。面積関係ないから。だから、X だけ分かりゃいいじゃんって考えればいいから、引き算すればいいよね。もしその時の面積も求めなさいって書いてあったら、Y も必要になるから、どっちもやんなきゃいけなくなるんだけど、こういうとこは楽をします。X だけでいいから。じゃあ引き算すると、こっちは0。で、ここは2分の3。足すになるね。足す2分の3だから、3X。 で、マイナス90とマイナス105になるから、マイナス195。で、これ移行すると、x イコール3で割って65と、こうなります。で、一応まあこれ t をね、出さなきゃいけないので、ちょっとカッコ t としちゃいますけど、答えとしては65で、はい。ちょっと下げます。ごめんなさい。失礼。<laughs> ごめんね。まあこんな感じになります。 なので、この、えっ、ー、と、グラフを使ってですね、その、なん、な、三つ目とか求める。グラフをうまく使って、交点で秒数とか面積を出すってタイプの問題もよく出てくるタイプなので、ぜひ、まあ、同点がもともと好きじゃないっていう方もいると思うんですよ。なんだあいつら動くんだって思う方もいると思うんですけど、でもよく出てくるんで、受験。なので、ね、ここでしっかり復習。まあ、今回一回目でね、うまく解けなかった方は、ここはいいんです。練習試合なんだから。 だからこれを復習してもらって、後でね、まあ明日とか2日後とかにもう一回自力でやってみる。自分の力でちゃんと解けたらそれが力だから。そうすればできるから本番も。なのでそうやってうまく復習してもらえたらと思います。では、えー、今回はね、高校受験対策の関数シリーズ第57弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。